こんにちは、に尾です。今日は、まあ、たまには、本船に戻そうということで、本船に戻ってるかどうかわかりませんけど、伝えたいことがある。金沢とも子ちゃんについて言ってしまいましょう。最近のとも子のブログの写真が可愛すぎるんじゃないかと。そんな話なのかよと思うかもしれないけど、そんな話だよ。まず、この昨日の、梅梅梅、金沢とも子。この写真が可愛いんですね。これも検索してみてください。 これだけじゃね、あの、そんなに伝えようとは思わないですよ。もう一つね、この、ウルード氏勉強、120歳まで生きる、金沢智子。これ見てほしいってことが言いたかった。ね、ツイッターでリツイートしてもいいんだけど、わざわざ動画かよって思うかもしれないけど、静止画を動画で説明するっていうね。で、せっかくですから、これまだもう一個いきましょう。2月28日の、この、健康第一、ユハ金沢智子。この、この湯ハネより、ユハネブログ、 バカ可愛いですよユハネブログのユハは捨てどころなし山崎ユハネもこれ見て損なしかなあ、まあ、何が言いたかったかというとハロプロのメンバーのブログとかを見て写真かわいいとか言ってライブ行かない時は時間使っていこうかっていう一つの提案かわいいかわいいしか言わなくなるんですよね最後ね。で とも子の場合それを言わないで済むのかなぁなんて思ってたんですけどどうしたんだろうね急に可愛いんですよねどうしたんだろうアプリがなんかおしゃれなメイクまでしてくれてラッキーこっちもラッキーだっていうねこれだけだとちょっと動画いまいちになっちゃうだろうから昨今のライブ中止事情がどういうふうになっていくかみたいなことについても触れてえと本動画は締めたいと思っております軒並み3月14日まではですか M ラインも含めて ほぼほぼ中止というような運びですよね3月1415のモーニング娘。八王子どうすんだよとでこれどうすんのかによってまた考え方見方っていうのが変わってくるんだと思いますけどものすごくやること調整してると思うんですよね。15の研研修修生生とかかもさすがにどうかなで政府の発表なんだっていうのを皆さんは気にしてると思うんです。あのいろんんな講義をやらられててるるる方気にしとと思うでです。すも僕からすると こういういのって急に14からいうことじゃないはずなんですよね。さやから抜いてしまったこの刀をどう収めるのかっていうのが見どころなんですけど椎名林檎さんのね東京事変じゃないですけど、まあ、やってもらってあとはそれでも来ないというならばご返金みたいなあのやり方いいと思うんですよね。どうせ賛否両論出るんだけど僕はコンサートやってほしい派ですよ。で佐古のさ、あののー、あ バースデーイベントこれ中止にしちゃうんすかこれなんとかなんないかね日日を変えて無観客でネット配信とかでやりれはいいのにねこれも本人ブログ見てたらもうセットリストを出すと本当にイベントがなくなっちゃう気がしてなんて言ってサコめちゃくちゃ歌いいですからねだってさ引退じゃない事実上。 これなんかでやらせたり本人やるって言って新たな機会って作れないもんすかね他も残念だけど一番はこれサコバースデーかななんとかしましょうあと拳組も拳組今きついよねどうしようもないよねめちゃくちゃだけど解散延期みたいなのねちょっと私は提案したいだってメンバーさまあブログなんか見るわけですよそうするとね これ拳に関しては船木ルールじゃないですけどと2ヶ月ぐらい延長してみてもいいんじゃないですか意見割れそうですけどだレイレイがねもし4月の1日からアンジュルムであったりジュースジュース説あるんですけどジュースジュース4月1日に新曲リリースしといてそれでそっからレイレイって俺かなり消えた気がするんですよね、まあ、紫が空いてる説ゆくゆく悪説があるけどであるならば れいれい2ヶ月干して夏からジュースとかって言うんですかね僕がアップフロントの内部だったらこのバタバタ感とどうかぶせていくかあと決まってないスケジュール決まってるスケジュール中止したもの延期できるものどういうふうにこのコーディネートしていくか見せどころですねあの FC のねえ拳系のやつはほん 本当に残念だなネット上ででやれるでしょいいっすよ課金制で出します出します偉そうにね偉そうに、えー、でもそういうふうに思いました今後のハロプロのおそらくコンサート開催というところはどういうふうになっていくかっていうのは、えー、と僕3つ考え方がありますのでこれをまとめて、えー、今日は締めましょうまず1つは延延期期でできるものは延期ですよね中止というふうに発表していますけど 延期できるものは延期というふうな判断で3月のまあこれ対象は14日以降のことになると思うんですけどねで2つ目中止した時のその日のインターネット上とかで何かしらのアクションですよできますからそれこそもう YouTube チャンネルとか駆使してでも全然いいと思いますお金が足りないというんだったらそれこそ課金制とかでもいいと思いますもうぜ絶対やるべきもう頼みます これで3つ目の方向性としては、昨日ね、モーニング娘。とかがツイッターで試みをしていましたけど、まあできれば参加型みたいな形でね、インターネットで、えー、接触の世の中のもう一つ違うオルタナのケースみたいなのを実験してみるっていうのはいいんじゃないでしょうか。まあ僕はこういう代案、まあ一つは代案というより延長の話なんだけども、挑戦する、チャレンジする。 アクティブななきっっかけにししててほしいななんて思っておりますちょっと皆さんお休みの方もいらっしゃるでしょうし、えー、とお仕事をされてる方も見られてる方いらっしゃると思いますけども何かこの辺でもね議論できたりお話できたりなんていうことがね広がればこういった機会生かせるんじゃないかなってことでお話してみました最後にもう一度金沢智子のブログの写真が可愛いいから見てねそんな感じで良い一日をまたね